お疲れ様です。今日はですね、こちらのエリババミラー、はい、やっていきたいと思います。ということでね、現環境、使用率じゃねえな、勝率かな、はい、勝率が今一番高いのが、まあ、このエリババデッキということで、まあ、20勝チャレンジもやったし、まあおすすめもねあげたっていうので、まあ、何にしようかなっていうことで、はい、まあ、現環境、まあ、強いやつ、はい、紹介していこうかなと思います。でまあ、エリババミラーっていうことで、マジでエリババがね、巨助ですね。ここ最近やってる巨助だったりだとか、まあ謎に残ってるエレジャイとか、まあそれ以外何にでも強い。はい、でエリババの弱点は小物系です。はい、スケルトン部隊とか、まあ盾の戦士とか、そういった感じかな。でそういうのも全部もうエリババでミラーしてね、突破していきます。はい、そしたらザップもあるのでね、気合でね、何でも突破できるよねっていうので、支援隊ライフかな、これは。消えて、さあ、マジでエリババがね、これガチで強いので、ちょっとそれをお見せしたいと思います。さあ、エリババで守り、ここ、相手何が来るだろうね。マッスルゴボリかな。このね、ミラーのね、エリババがね、想像以上に壊れてます。はい。次の花粉修正はあなたかなーって。これでだって牢獄とか着てみ？てかもうなんかエリババミラーをすることだけを考えるぐらい、エリババミラー、これ相手やってます。はい、グッドゲームですこれ。でしかもこのヒースピでね、回復してあげることによって、もうなかったことにしてね、さっきまでの豚を。はい、それです。でまあザッピーで頑張るよねみたいな、ザッピーで頑張るんだ、ザッピーで頑張れるんだって。オーマイグッネス、なんで？エリババミラーには、しっかりザッピミラーが来ちゃいましたね。はい。まあ、そういうこともあるか。はい。これは、ちょっと話がいいね。ちょっと聞いてねえよな。まあ、聞いてないんですけど、こういう相手は、まあ、頑張ります。はい。まあ、マジアチャー、そして、まあ、マジアチャーに早ぶって言ったら、マジアチャーミラーもぶっちゃかりなんですけど、一旦ね、低めでアチャ食い出して、ゴースト出して、つって。耐えるか。耐えれるかな、これ。おい、てか待って、今回の相手、これ、もしかしたら、もしかするんですけど、わぁ、マジで。やだ。ヤタルのスペル構成の可能性ちょっと高いので、マジアチャがガチで強い。これマジアチやばくない？マジアチ16マジでかっこいい。さからのこれは逆工場が刺さるんじゃないか。いや全然刺さんねえ。暇なんでザップ打つ。マジザップはね、マジ暇だったら打ってカード回し。いやこれ美味しい、ぶっちゃけ。なぜなら許容できる。いや、しかもタワーがターゲット取ってない。ボコボコ、マジで。やばい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 、待って、ボコ。うわ、ああ耐えてる、一応耐えてます。一応耐えてる。嫌な雨が飛んできてる。え、これ嫌な雨けんねえでな。うわ、マジでやばい。マジ暇なんでザップって。おーい、ガッツグー。はい。余裕でしたね。危ない。まあ、支援隊というのがきついよ。支援隊ロイフの、しかもミラーっていう、まだすごいね。まあ、本当に今までじゃありえねえよ。こんな当たり前にミラーが入っててねっていう環境なんですけども、まあミラーのおかげでなんとか耐えれたんじゃないですか。まあミラーマジアチャー、あとはミラーエリババ。まあ、ミラーコジババはね、ぶっちゃけしないかな。ザップミラーぐらいはね、結構強いですね。はい。スケブにザップってからのガゴムレにミラーザップで溶かしてくれみたいなね。そう。まあそんな感じで、引き続きいきますか。にゃん！こいつ、マジで。目が細すぎて見えてなかったね、今。まあ暇なんでザップって、マジアチャウォールブレーカーかなこれは。ですね。一発？いやー、強い。でトルネファイボか、あードリルか、よいしょ。
まあいろんな方があるね。インフェだったりキョスケだったりで、まあトルネだなこれ、キングギドだ。ジンギデッキはマジキンキンめっちゃ渋いです。さすがに消える、当てろよ、よかった。なんでこれに心配せんとえんねんち。こっからだね問題は。ミラーマジアじゃ強そう。いやトルネファイボールブレーカーはね、まあトルネファイボール、あ、これ工場一気毒っすよ。これ行くと施設を出すんで、内側にバルキリーが来てタワーに入るっていう、このファンチャージが。さあしかもレベル16強い。いや、いいんじゃない？で、やりこぶなんで、相手、ザップってばいいっすね。よいしょ。下からの、あと、エリーババは、やりこぶ。これちょっとうざそうじゃない？で、トルネファイブなんで、ちゃうわ。ごめん。嘘ついた。いや、嘘じゃねえ。スケルトンだよ。やりこぶじゃなくて、スケーなのがやばいね。そう、やりで会ってくれっていう、マジで。おー、おしゃれ。施設が、昆虫は、ないなので、いた。全然刺さらん。耐えか。耐えゲーです。そう、ザップ。俺の神のザップが刺さるかどうかみたいなところにかかってきそうですけどね。まだ魔術中暇なんでいっぱい出すがいいかな。まあゴーストいっぱいも熱いけどな。お、さあこっからや。問題はダメージどうするね。相手は何でも引き込まれるからね。取るね。ファイボーゴーストミラーうざいんじゃない。よいしょ、エリババー。あいつさ、ザップミラーで解ければいいのね。最大陸行きがないのでオールブレーカーで耐えてくるよね。あ、着衣いやー、ちょっと入ってんのでか。頑張ってる。いやー、めちゃくちゃいい読み。えぐい、それは。さあ来た。さすがにこれちょっと流れが来てるぞ。両サイド攻めて。いやー、着衣も入って。いや、めちゃくちゃいいな。足前マジアチュアミ決まったのでかかったね。あれ、変なザップしてる。いやー、これでかい。俺のマックスジマジは相手のドリルだけなんで、それさえ徹底して足前封じとけば大丈夫な気がする。オーケー、ザップミラーでこの辺に読みつけ。さあ記念ザップならず。いや、エリババエリババ熱いなぁ。さあこういうのにね勝てるのがガチででかい。ゴーストミラー、エリババミラー、まあ、そしてアチャクインの強さね。マジアチャ取るねがやっぱマックス字なので、まあ、端前マジアチャ来るだろうって言って端前にユニット出して、それとは別に低めゴースト出しとけばね守れますね。いやー、今の結構でかいなね、鉄壁だった気がする。序盤近軌道もうまかったし、ピンチだったけど乗り越えましたね。さすが完了勝率1位。やっぱ強いデッキはね、なぜか勝てる。
ことがあります。なぜなら強いから、それだけ。至って簡単。弱いデッキだとめちゃくちゃ頑張ってんのに勝てないってなる。なぜならデッキが弱いから。簡単。さあマイティーコカーツ、あーうまい。それザプチせえ。これうわデスケか。おお、いやエリババ強いね。いやーコカツか。ザップでコカツ引くってなんかもうあれだよね。なんか泣くしかないよね。さあ君透明なんだよね。いいんだけど悪い。かっこいいけどかっこよくないみたいな。どういうことつって。よいしょ。あーそれなんかズルだな。やべ、これでもさ大砲。あー間に合うかさすがに。やべー何々くんってかっこいいけどなんかかっこ悪いよねつって。うっせ、やばい。痛い。うわなんで。あミラーザップになったんだ。なるほどね。いやマイティーちょっとやだね。あでもこれはいやマイティーうまっ。お前マイティーに愛されてるよ。さあちょっと待てよ。これなかなか大変だぞ。さすがに早めにしばきたい。まあゴーストだな最強は。ゴーストで守ってゴーストで攻めよう。でどうせ逆サイだろこんな。これ熱いぞ。いや強すぎ。ゴースト消えろ。いや今のでそれか。いやこれマジアチャガでも相手きち。熱い熱い熱い。ガチででかい。マジででかい。え、何がそれ。ちょ待って、ぶっ刺さってる、ぶっ刺さってる、ぶっ刺さってるよそれ。ちょ待って待って、俺のマックスじゃ何、俺のマックスと勝ち数じゃ何。ザップを2回打てばぴょぴょーん。いやでか、なんか苦しいな。いや苦しいんだけどなぜか勝てるんだよね。なぜだかわかる。デッキが強いからだよ。簡単だマジで今20チャレも来てるんですけど、マジで本当に結局強いデッキを使うのが一番のこうクリアへの近道なので。17勝。え、なんで名前赤い。ちょっと待って、どういうこと。俺だって名前レインボーにしてんだけど。それなら今赤かったよね。俺マッチングした相手赤かったことあんまないんだけど、赤かったよね。血で染まってたぜ。あーこれスケラクラバク2択。スケラクの方やん。ちょっと外れの方引いたさ。さあ抹茶食いと、いや多すぎん。ちょっと待って、痛すぎん、痛すぎん、多すぎん。まあでもこれ相手陸行きがちょっとだけ少ないっすね。ファイブお願い。めちゃくちゃ聞いて。さあ陸がちょっとだけ少ないので間に合い。オッケー、よく間に合った。いやーこのザップいらねえか、どうせ戸籍聞いてみたいな。次の私の4コスコジョババを、これエリババで言ったらスケキンなのよ。でスケキンで受けてくる。いいスピード回復してギャラメが間に合うか。あーいいやさめだ。
まあまあここはまあいいでしょう。ナナコスナナコス、トントンだね。マスケラをマジアンチラ守って、まあ、ファイボヤナムでしょう。あっちょけがちょっと辛いのと、ザッピーザッピームがちょっと嫌だな。さあでもこういうのに向かっていこう。やっぱりリックデッキってね、これザッピーとか宝石とかが本当に辛いんですけど、なんとかなる。で、こういうのところも暇ないザップとこ、マジで。暇ザップを打ってカードを回しとかないとマジで回んなくなっちゃう。これマジアチのミラーってさ、多分ファイボで死なないかったらいいなと思ったんだけど、どうなるんですか。あ、やべ、いやでもザッピーあっち行ってな、熱いな、ちょっとだけ突破できるのか俺にこれ突破できんのか、このゴリ鉄壁だぞ相手。ちょっと待ってよ、いやゴリ鉄壁を突破してこそのねみたいなのがあるんだけど、想像の100倍ぐらい鉄壁。おい、ハブ使ってくれる、でかい。やっぱ流れだよね。相手これもう守るだけだからね。相手絶対攻めてこない。マジ。守って守ってっつって、守ってたら勝てちゃったっつうのが相手のデッキなんだよね。いやーきつい。耐える。ガチでやばい。墓石をマジアチで潰したいな。いやこれだ。いや入ってるみたいな。オーマイグネス、ミラー、あちらに行かない。いや許容してザッピーさえ取つれば。いやガチである、これあると思いたい。お、あるぞこれ、スーパーミラクルウィナー見えてた。マジである。なんでーなんでそう言うか、マジちゃん。もうちょっと角度くね、曲げろや。おい、ウソップだったらもうちょっといい感じに打つやろ。何やってんねん。うわーマジかよ。いや今の曲げたのつれーなー。いやーこれーはねーきついでしょうが、なんだかなりそうだったもんね。いや最後のイケイケも熱かったんだけどね、一回でもエリババぶっ刺さればみたいな感じでしたけど、ザッピー墓石か、なかなかの天敵ですね。いやー惜しいよ、惜しいとこまではいけるんですよ、惜しいとこまではいけるけど、あと一歩は、あと一歩は実力だなこれ。デッキパワーとあと一歩は実力と運でしょ。いってらっしゃい。まずエリババ行ってこよう。からのもうミラー出したい。いやエリババだけでさ、これ相手結構コスト使わないといけない時代ですからね。ヒマザップ、オーストン、タル、サンシ、ジンギ、同じようなデッキですね。これもなんかタルババ型もあるしね、ザップ型もあるしね。あーゴー、射抜いてくださいっぽいね。さすがに射抜くか、一旦。いや
バカ入るぞこれ。射抜いてください。これやばい、受けがないっていう。どうしよう。工場でスーパー撤退頼む。これロイホグさあ、来ないでっていうのが、さすがにこれは許容の許、ザップですら打ちません。うん、痛い。あでもこれは美味しいんじゃない。これだってさ、このあとミラーエリババ行くと、まあ顎さえ突破できればこれでえぐいよこれ。アイゴレからの、うん、アイゴレからのじゃなかったけど、あ、アイゴ使った。これ待って、神ですヒスピ飛べ。あ、終わった。いやマジで強すぎ。端前リポンするだけ。ザップ何のためのザップだと思ってんのよ。ミリ残り U のをしばくためです。やばで、ここまで来れば相手がチュチュチューンとかして頑張ってこうしてくるのか。よし、さあブータのダメージを抑えて回復させてあげて、ここザップ打つとねゴースト残るんですよ。いやーこれが強いよねザップって。これリクデッキの、さあ消えてあげて。いやーこれはもうんちゃうん、俺が鉄壁マジアチいるよ。いやいいなエリババ強くね。エリババミラー、ういエリババミラー。でも最近なあれだね、エリゴレにもエリババミラーとか、ゴーレムミラーのエリババとか、なんかキョスケエリババミラーとか、なんかちょい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 なんかいろんなところにいるイメージがありますね。まあいろんなデッキに入ってくる結構安パイカードに昇格してしまいましたね。エリババも昔はもう圧倒的ザ僕ネタですって書いてたんだけどね、ただの優秀野郎です。さあ積極的エリババミラーデッキ、やっぱエリババミラーするだけ刺さる時が多いのと、あとはまあするだけ事故が増える。そう、しどく。なんで？いやめっちゃちょうどいい。ザップしようと思ってたんだよ。たまたまそこにコウモリもいた。いやー、それ嫌だ。工場コウモリって結構レアだよね。暇着衣して。工場コウモリってなんだ？え？ジャイサン樹脂？いやー、それはちょっと楽しげな。まあでもジャイソン重視はマジックガチャきついよね。あーガチャがこっちまで戻ってこいなんだ。いやでもこれ一本折れるでしょ絶対。折ってくんなきゃ普通に。いやーよっていう。あーこれやべえわ。ガチガチ許容もうエリアドゲーミングだこれ。マジでやばい。アートゲーミングに所属してる。いやーザップは でやばいと、ここで、まあ、2パターンです。エリポン置くパターンと、端前ジャイガゴムレで1本絶対追ってくるマンのパターンがあるんですよ。さあやばいよこれ。エリポンの存在忘れてた。今どうすんだろうね。もう耐えか、まあ、ガチ耐えっすよね。耐えれるかとかじゃないんだよね。耐えるしかないんだよね。マジアチャで釣らないとしな、綺麗に。うわやばそんな。あ、思ってる。お？めちゃくちゃエロめの工場じゃね？相当エロいこれ。
よし、次耐えれるかな俺。マジアチャでクロスライン組んでる。いやーこれ危ねえけど、まあ相性自体はどうだろうな。エリポンきついけど相手マジストップできないからねみたいな。さあえぐいのを倒していく。30連チャンだね。最初もちょっと環境多いのかなということで、いやエリババーミラーで勝てる時代がね本当にやってる目に来てるので、ちょっと皆さんもぜひねこちらやってみてください。ヤクラマちゃんとコラボもお願いします。ではお疲れちゃんです。またね。